ごきげんよう。ごきげんよう。なんかお二人今日はちょっとセレブな感じですね。そうですね。ちょっと雰囲気がいつもの。なんかこう上質で、おしゃれで、はい、大人の空気が漂ってますが。漂ってますね。はい。ここは一体どこですか。はい。食堂癒し処今江さんと、フェイシャル創始みんな東郷さんです。食堂ってあれね、足つぼね。足つぼ。おお、女性も男性も嬉しいやつですね。はい。はい、で、エステ。はい。創進とのエステですね。はい。そんな女性に嬉しい2つのサービスが、はい、ここの1つのお店の中に両方入ってるんですか。はい、そうです。便利、はい、両方一品楽しんじゃうし、はい、それぞれバラバラで頼んでもいいんですよね。そうです、そうです、はい、それでは早速その速度、はい、足つぼマッサージの先生とエステティシャンをご紹介ください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、ちょっと歩き方重要よ。はい、こう大人なロボットみたい。それ全然大人の感じ。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずご紹介ください。はい、速度癒し処今井の今井先生です。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。そしてはい、フェイシャル創進みんな東郷の平原先生です。はい、よろしくお願いします。すいません、今日お世話になります。はい、その足つぼはですね、はいはい、どのようなサービスになりますか。はい、足湯を含めて40分で、はい、体を癒し、足を癒していただきます。あ、そうですか、はい、40分、はい、内容はどんな内容ですか。はい、足の裏からふくらはぎのあたりまで血流を良くして、新陳代謝を高めて老廃物を流し出すというような。ちなみにおいくらですか。はい、40分で2500円です。安い、めっちゃ安いですよね。なかなかないですよね。何度も来ていただいてね、体をリフレッシュしていただける感じで、はい、いいですね。実際男性の方がお湯をなられても大丈夫なんですね。はい、大丈夫です。あ、そうなんですか。はい、いいですね。お仕事帰りとかね、はい、あ、いいですね。健康になりますね。ね、うん、サラリーマンたちが疲れをちょっと癒して、はい、先生も結構立ち仕事で疲れてるんで、ちょっと痛い思いをしてもらえましょうか。はいはい、そしてもう一つ、はい、はい、送信の方は、はい、今日はどんなサービスをご紹介いただけますか。はい、ね、お顔と体とあるんですけど、はい、どこ、ちょっとお腹はね、出すのは難しい。背中と太もも得意ではあるんですが、そうです、背中ね。お顔のここにしますか。シュッとね、シュッと、A 角な三角のお顔にしていただけたら嬉しいと思います。じゃあせっかくですから、はい、足つぼは、はい、先生に今日は、はい、体験していただきます。はい、いいですね。先生、今日スーツですよ。この格好のままできるんですか。ジャージに着替えて、はい、ゆっくりしていただきたいと思います。先生、ジャージに着替えていただきました。じゃあ生着替えで、はい、生着替えでここでね。だからこうしっかり40分のサービスというわけにいかないですけど、はい、体験版という形で、はい、今日はサービスのいいところを、はい、そうですね、はい、感じさせていただければ嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと着替えていきます。はい、足の準備させて。わー、痛い楽しいね。はい、もう一回今度気持ちいいところやってみて。気持ちいいとこ、はい、気持ちいいとこ、どあ、ここら辺痛いとこも全然痛くなかったです、はいはい、先生どうですか、感想。いや、まあ、痛いの半分、気持ちいいの半分ですね。もう足の裏は本当にもうびっくりするんで泣いてまうんちゃうかなって思いました。先生、足つぼ初めてですか。はい、全く初めてですね。どう、マギー、初心者やね。ね、初心者。私はね、結構本当に気持ちいいんですよ。全然なんか、全然一箇所だけちょっと痛ってなるけど、それがもうほんま寝ちゃいそうって感じなんで、うん、気持ちいいです。どうですか、足つぼもこう強めにわざとやってほしいっていう人もいるし、そうですね、柔らかくしてほしいって方もいらっしゃるし、ね、強めを望まれて、強いでこう探して来てくださる方も、はい、ほとんどなんですけど、うん、やっぱり体調があまりにもね、ちょっとあんまり良くない方とか、
あと年配の方とかいうような感じで、あの痛いのはちょっと怖いけどっていうような初めての方とかはちょっとその人に合わせながらさせてもらってます。なるほどね。でも痛さは感じてもらわないといけないので、そんな方がおお痛いなっていうの感じるぐらいの加減でさせてもらいます、うんうんうん、それもそのお客さん次第で、そうですね、加減はいくらでも操作するよってことですね、はいはい、で何回もね、あの来ていただいたら以前よりも強くしてても、もうその方はもうだんだん体調も良くなってきてるんで、それを心より痛さっていうような感じでいただけるんです。先生どうですか、鎌先生。いや修行積んでもらって、いやいや聞いて最初にいや若いからね、あんまりちょっと痛さを味わってもらわないとせっかく見た意味がないですよね、うん、やっぱりここの味をちょっと味わっていただきたかった、はい、まあ、今度気持ちいい方を体験したいと思います。いい、はい、でこちらのマッサージの方でまた1回 ね寝てもらってね、そうそう、足つぼだけじゃなくって首肩背中もあるんですよ、で知り合いの方も首肩背中だけの人もいてはるよ ね、うん、だからぜひぜひ、あの足つぼをあのしていただいて血流良くしてからのマッサージというのがまた効果があるんです、うん、で、あのだからおすすめするのはやっぱりマッサージ、あ足つぼをした後のマッサージを おすすめしてます、うん、でその後に今はエステの方の先生に血流が良くなってやっぱお顔、体、お顔の送信もあのフェイシャルの方もしていただいたら一足が良いです。フルコースやね、まあ、今結構そのコース1日、うん、あの自分へのご褒美っていうような感じでしてくださってる流れが今、じゃあちょっと頑張って働いてフルコースをね、しないとダメですよね。贅沢な時間ですね。贅沢だね。奥様にプレゼントいかがですか。あの映ってるので見たら困る。こうしてお客さんプロモーションたくさんの方々に来てもらって、はい、この街全体が元気に健康になってもらったらいいですね。はい、はい、ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。